画用紙で作る壁面飾りにぴったりな立体的な梅の花の作り方をご紹介します。梅の花には八つ切りサイズの画用紙を、おしべにはその4分の1サイズの黄色の画用紙を使います。まず花に使う画用紙を細長く半分に折ります。次にコピー紙で型紙を作ります。まず正方形を作ります。正方形の一辺はこの半分に折った色画用紙の短い方の辺の長さと同じになります。正方形をまず半分に折ります。そして端を三角に折ります。開いてもう一度向きを変えて三角に。この二つの折り目が交わったところ、ここですね、ここに角を持っていくように折ります。これを二つに折って、こちら側をその線に合わすように折ります。裏返して端と端を合わせれば、これでぴったり重なります。余分な部分を切り落としましょう。ここに梅の花びらの半分の形を描きます。切り取るときはできるだけ端まで大きく切り取ってください。これを開くと梅の花の型紙が出来上がります。これを先ほどの色画用紙に合わせてホッチキスで留めます。そして型紙に沿って切っていきます。ここで一度切り離してしまうと跡が切りやすくなります。花の形に切り取ったらホッチキスを外します。花びらと花びらの間に1センチぐらいずつ切り込みを入れておきましょう。先ほど使った型紙で残りの花も作ります。全部で6枚の花ができます。次に黄色の色画用紙でおしべを作りましょう。まず細長く折ります。それから折り目に沿ってハサミで切っていきましょう。そしてこれをさらに細長く折ります。これを折ったまま 2,3 ミリの幅で切っていきます。まず4本作りましょう。
これが花一つ分になります。端を1センチほど折り曲げて切り取ったら、これを丸く切ります。2個切り取ります。硬くて切りにくい場合は2枚重ねで4個切っても構いません。また形が取りにくい場合は鉛筆で薄く丸を描いておきましょう。二つ折りにした紙を伸ばして端に糊をつけ、両端に丸を貼っていきます。4本とも同じように貼っていきます。折り目の部分に糊をつけて、折り目と折り目が重なるように十字に貼ります。これを2つ作ります。真ん中に糊をつけて、もう一つの十字を45度傾けてその上に貼ります。これでおしべの出来上がりです。花の真ん中に糊をつけたら、このおしべを裏返して、丸い方が上になるようにして貼り付けてください。今度は立体的に形を整えていきます。 B4 の上質紙をぎゅっと丸めます。これを花の真ん中に当てて包み込むようにして、ぎゅっとおにぎりのように丸めます。中の紙を取り出せば、つぼみの形ができています。他の花も同じようにぎゅっと形をつけておきます。ピンセットか竹串でおしべを引っ張り出して、浮き上がった感じにします。花の開き具合を調節して、つぼみや開いた花を作り、壁面に飾りましょう。